待っていたぞ。この男を必死に調べようとする君たちのようなものが現れるのを。逆探知されたぞ。ジョルノ、通話を切れ。待て、切るな。私は味方だ。ディアボロを倒したいのだろう。ディアボロ、信じてもらいたい。このディアボロを倒そうとする者が必ず現れるという期待を込めて、この回線をずっと張っていたのだ。私はずっと待っていた。何年も前から希望を抱いて待っていた。私は味方だ。そいつはどうかな。ディアボロだと、そんな名前を言ったところでお前が味方だという証拠にはならない。ジョルノ、通話を切れ。奴のスタンドは時を飛ばすことができる。それは知っているのかね。もっとも知ってるからこそ必死に奴の正体を調べようとしてるんだろうがね。味方だわ。この人味方よ。スタンド能力を知ってて生かされてる奴の部下はいないわ。黙ってトリッシュ、まだこちらの手の内は見せてはいけない。よし、話は聞こう。何者か、まず名を名乗れ。私の名などどうでもいい。すでに私は戦えない体になっているんだからな。肝心なのは君たちが奴を倒せるかどうかだ。奴の時を吹き飛ばす能力に弱点はない。君たちはこれから奴を暗殺しようと考えているのだろうが、それはきっと失敗するぞ。お前はボスを倒す方法を知っているというのか。奴のキングクリムゾンは無敵だ。しかし倒す可能性は知っている。可能性だ。君らはそれを手に入れなければならない。手に入れるだと？私のところに来い。ローマに来るのだ。そうすれば君たちに可能性を渡せる。お前が信用できるかわからないのに行くと思うのか。君たちの何人かはこれを知っているはずだ。これはあの矢だ。いや、似ている。なぜお前はこれを。それは後で聞かせよう。君たちは私のところまでこれを取りに来るのだ。奴はこの矢の真の使い方を知らない。この矢はスタンド能力を目覚めさせるだけのものではない。秘められた英知があるのだ。それを教えよう。ローマに来るのだ。この矢はあの男を倒す、たった一つの最後の手段なのだ。